今日は勉強やり直しのハイレベル編やね。今回は科学分野を専攻した場合の話をしよう。理系の代表といっても過言ではない科学ですね。正直かっこいいと思っています。実際とてもかっこいい学問でさ、いくつもの分野に枝分かれしてて幅広いんよ。全部の分野を紹介することは不可能だけど、大学で学ぶ範囲でいうと大きく分けて4分野ある。まず1つ目が有機化学といって、有機化合物の製法とか用法を研究する分野がある。有機化合物ということはお薬とかですかね。素晴らしい、その通りやね。医薬品とか農薬、他にも液晶とか導電性の材料とか、主に炭素化合物について研究を進めていくことになる。我々の日常で極めて重要な有機化合物について研究をする分野だから最も重要かもしれない。さすが理系ですね。とても役に立ちそうな学問分野です。次に無機化学という分野がある。この分野は説明が非常に難しいんよね。有機化学では有機化合物を研究対象にしていたけど、無機化学では無機化合物を対象にするんよ。だから極めて広い範囲の単体を研究するという感じになる。誤解を恐れずに言えば、例えば放射線の研究とか電気や水素の研究などはこの分野に入ると思う。難易度が高そうですね。目に見えないものとか元素とか、そういう感じの分野だとイメージしておきます。続いて物理化学という分野がある。これは科学の土台となるような学問分野で、物理の理論を用いて物質の成り立ちとか物質同士で起こる現象などを研究する分野やね。熱力学とか量子力学の分野の基礎を学ぶことになるから、この分野が好きな人には向いているかもしれない。よし、やる前にわかる苦手なやつや。最後に生命科学という分野があって、この分野では生命の謎に迫っていくことになる。生物の研究もあれば脳の研究もあるし、化学物質に関する研究もある。農学や医学などに関係が深い分野と言えるやろね。動物の研究？それだけで私は好きですね。動物実験とかもするから、多分あなたは耐えられないと思う。育てる系ではないから。生命科学なんか大嫌いだ。絶対専攻しないぞ。というわけで、今紹介した4つの基礎的な分野を大学で学ぶことになる。その上でそれぞれの分野から枝分かれした専門的な分野を選んで大学院で研究する。もちろん2つ以上の分野にまたがるような専門分野も存在する。科学という世界はとても広くて際限もないから、無限の広がりがあると思ってよい。科学を専攻してしまったら就職とか転職でどういう影響が出るんですかね。実はね、理系の中でも科学専攻は就活に強いんよ。もちろん転職も比較的強いね。ただ学部卒だと弱すぎるから、最低でも修士号を取らないといけない。ということはこの分野を専攻した時点で6年分の学費がかかることがほぼ確定する。例えば学部も院も早稲田に行くとすると約1000万円が飛んでいくことになる。めっちゃ高いですね。でも私立の理系だとそれくらいはするんですよね。あと科学専攻の人たちの多くは一つの分野に特化していく傾向があるから、その分野がダメになった時にかなり厳しい状況に追い込まれることになる。自分の専門分野を限定しすぎない方が良いと思う。新しい分野の知識も学んでおくべきやね。科学も大変なんですね。理系だから楽勝だと思ってました。人数が少ないから就職までは楽勝だと思うよ。その会社で40年くらいずっと勤めるつもりならね。でも40年間存続する会社の方が珍しいから、どこかのタイミングで窮地に陥る可能性は高い。だからこそ修士号を取ってからも英語を学んだり近い分野の研究をしておいたりするべきよ。そして勉強をやり直してこの分野を選ぶというのは相当に不利だと認識しておくこと。そうですよね。多くの子が24歳ですでに修士号を取っていますもんね。そうなんよ。年齢を重ねるとそれだけ扱いづらくなるから、なかなか厳しい状況になる。それに大手の安定した科学系の会社に勤めてかっこよく東京で働く人はごくごくわずかなんよ。大半はよくわからない会社のよくわからない工場か、工場のすぐ近くの研究所で働くことになる。そしてそれらの研究所のほとんどは地方の田舎にあるわけよ。生活費は安いかもしれんけど、一生そこで暮らすというデメリットをよく考えないといけない。確かに私一応理系なので、同級生の大半が理系に行ったんですけど、よくてもマーチの理系卒なので多くの人がよくわからない会社にいますね。そして
地方に住んでます。そういう理由だったのか。東京のど真ん中に研究所を設置できるような企業はそこまで多くないんよね。それに名前の知れている有名な科学系企業はみんなが行きたがるから倍率も凄まじいことになる。文系で言うと NTT データとか外資コンサルとかと同じような状況になるんよ。だからよほど有名な国立大学の修士号でもない限りはあまり名前の知られていない企業に勤めることになる。給料ってどうなんですかね。科学を専攻して専門性も高いから高い給料がもらえるはずだって思ってます。私も理系出身やから同世代の科学専攻は結構おるけども、残念ながら高所得者に慣れている人はごくごくわずかやね。大半が知能レベルに見合っていない給料しかもらえていない状態。でも好きなことを研究して生きているから本人は結構楽しそうよ。それが科学専攻の最大の魅力かもしれんね。自分の好きなことを研究してそれでお金がもらえるかもしれないから。なるほど、科学を専攻する皆さんはよくよく考えて選んでくださいね。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。